いやー、また戦に勝っちゃったな。次の相手は誰だって？ゆうとまる？ああ、あのコンビニコーヒーが買えないやつな。よーし、そんなやつは俺の手にかかればあれだな、デコピンで倒せるな。ちょっとやってみよう。いった。ほら、デコピンでゆうとまるを倒した織田信長、さらなる戦いが続く。いった、いってって言っちゃいました、うん、織田信長の戦いになっちゃいました。主人公が、主人公がすぐ変わりました。もう変わっちゃいました。はい、はい、今日は踏んでいただき、デコピンまで。そうだね、なんか今日踏んだり蹴ったりだったね。大丈夫？いや大丈夫です。本当になんかたくましくなれたんじゃないかなって思います。そうだね、うん、強くなってほしいなという思いを込めてだよ。はい、うん、ありがとうございます、うん、これからも本当によろしくお願いいたします。うん、役だけね。ちょっと役、うん、役だ。仕事の時は、はい、うん、頑張るよ。仕事の時はそうだ、うん、でもあのなんか飲みに連れて行ったりしてくれませんか？ちょっと何聞くよく聞こえないけど、ボソボソ言ってるから。飲みに連れてってほしいです。なんか ご飯とか。いやいいんだけど、もはやなんか怖いわ、お前と一緒に。そうですよね、多分僕またわーわーギャーギャー騒いでしまう、うるさいですよね、ちょっと。あとなんかそのしっとりとした言い方やめてもらっていい？怖いから。飲み行くだけだからね。飲み行くだけの関係だからね。頼むよ。でも今日本当に これ言いたかったです。今日本当に、え、今日言いたかったです。飲み行こうって、皆さんのマネージャーさんに、皆さんのマネージャーさん言ってみ、言うと言ってみなよって。大丈夫だよって、お兄さん優しいからって誘ってこないよって自分から。じゃあ分かった、飲みに行くだけの関係ない。いやでもそれでも、いやいい、嬉しいです、嬉しいです。その先がなんかあんの？いやいや、やめろよ。もうこれ以上もうなんかもう体がくねくねしてしまう。なんかもうダメだ、もう、ああもう全然閉まらない。はい、ありがとうございました、うん、なんかもう今日すごく お会いできてよかった。毎週会ってんだろ。すいません。あ、もう閉めますね、もうお願いします。それでは皆さん、次回も聞いてください。なんで見んだよこっち。バイバイ。